伊勢神宮近くの国道23号では木が倒れました。風の影響とみられています。また四日市市では通勤途中の55歳の男性が風にあおられて転倒し軽い怪我をしました。名張市では水路から水があふれ住宅一棟が床下浸水しました。紀北町では車1台が水に浸かったということです。三重県内では南部の熊野市や紀宝町を中心におよそ3万9000人に避難指示が出されています。このほか三重県内ではおよそ4万軒が停電しています。